皆さんこんにちは、こうです。今回はですね、南アフリカ帰りの美女を見つけましたので、そのコーヘアカットしたいと思います。僕は旅する美容師としてやってるんですけれども、実際どんな感じでやってるのかっていうのをあまり載せてなかったので、ちょっと紹介したいなということでやっていきます。通常の、ありのままをちょっと見せていきますので、旅したい美容師さんとか、どんな感じとか気になる方に参考になるかなと思います。よろしくお願いします。どんな感じで希望ですか？短めにしたくて、短めに、短く、お父さんのお任せで短くいい感じにしてほしい。短くいい感じで、結構ちょっとこうこの辺がやっぱり長いんで、お任せで結構バッサリいきましょうか。バッサリいきましょう。お任せで、はい、信じてます。お任せをいただいたので、はい、お任せで。でも僕ちょっと切りながら、相談しながらやっていきたいと思います、はい。普段はブローとかをする？そんなにしっかりはしない。OK、行っていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。ビフォーはこんな感じです。はい。こんな感じです。僕はどこでも切ります。鏡がなくても全然問題ないです。では切っていきましょう。お願いします。はい。南アフリカは1年いた？そうです。高校の留学で行って、高校の留学で南アフリカ。僕は旅する美容師ということなので、お客さんも結構旅人さんが多かったりするんですよね。だからそんな会話もちょっと楽しんでもらえたらと思います。じゃあ行きましょう。行きまーす。私、パーマしなかったら結構あれもストレート。デジパ？デジパです。一回南アフリカでパーマみたいにかけて、日本帰ってきてちょっと落ち着いたのをかけました。南アフリカの美容室はさ、どうなってる？でもあんまり日本と変わらない。南アフリカ人にやってもらった。そうです、そうです。でも白人の方だった。白人の南アフリカいろんな人種の方がいる。そうそうだ、確かに。ケープタウンは人種が同じぐらいの割合で、聞いた。一番安全です。一番みんな一緒に平気だね。南アフリカ1年すげえわ。英語かな？英語です。英語とまたアフリカンス語っていう植民地の時代にできた、オランダ語とかドイツ語に言いたいことがある。オランダ語なの？由来みたいな。ドイツ人、ドイツ語にも似てるみたいで、ドイツからの留学生はすぐ分かるって。コウさんの旅の話を聞きたいです。全然いいよ。美容師になってすぐ旅に出たんですか？美容師になって7年ぐらい日本のちゃんと、ちょっとっていうかサロンの会社で働いて、そこからオーストラリアのワーホリきっかけで出たって感じかな。オーストラリアどの辺行ってたんですか？オーストラリアシドニー、メイン。そっち側行ったことないです。メルボルンに1回行ったことあるんです。あ、そうなんですか。どの国が好きですか？回った国の中。俺メキシコが好き。なんでですか？ラテンの国でさ、とても陽気なんだよね。人が、物価も3分の1ぐらいで安いし。髪の毛切るときってどうやって声かけるんですか？髪の毛切るとき、いい質問ですね。どういう流れで
ちの人の髪の毛を切ることになるのかな。ナンパです。それでナンパしながらそれはそれは冗談で、まあ稀にそういう時もあるけど、基本的にはその友達仲良くなって、仲良くなったら何してんのみたいな流れになるじゃん。で、まあ旅しながら美容師してるよって言ったら、じゃあ切ってみたいな、切ってほしいみたいな感じかな。バックパッカーだったんですか。そうそうそう、バックパッカー。じゃあ全部バックに持って、はい、サビ道具一式だけ持って旅してました、はい、っていうとかも言い方がかっこいいんで。何年で何カ国行ったんですか。昔フランスに6年間住んだの。え、そうなんですか。そうそうそう。それオーストラリアの後ですか。うん、小学校4年生から高校1年生。フランス語話せるんですか。話せます、はい、じゃあアフリカ強いじゃないですか。そうそう、アフリカ強いね。だからもっとしっかり行きたい。南アフリカの上のコンゴとかフランス語だから、そう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 、友達のコンゴとかね、ホストファミリーがコンゴとかありました。バックパッカーとしてはどのくらい行ってたんですか。バックパッカーとしては合計ね39なのかな、た国が。南アフリカ学校は何、そういったなんか留学で南アフリカってあんま聞かないからさ。自分で外部で探していきました。あ、自分で。もう別に学校関係なく。学校は関係ない。え、すごいね。物価とかは。物価が日本とあんま変わらないんですよ。そうなの。食べ物はリンゴとかみかんとか、うん、オレンジとかすごい安いんですけど、うん、本当になんか2キロで150ランド、なんか140円とか、そういうレベルで安くて、外食するとすごい高くて、日本と同じぐらいだから、でお給料は低いんで、生活つらいなって思って、クオリティも日本とかユニクロとか安くていいのがいっぱいあるじゃないですか、そういうのもないんで。いや、働いてないです。私、日本でいっぱいバイトしてたんで、うん、興味あって、あれ、マック時給いくらとか聞いたら、日本の半分ぐらいです。年齢とかって聞いてもいい？18です。18歳。18歳でその行動力。勉強できないんで、好きなことばっかしてる感じ。英語はできた状態で行った？そこそこ、いや、そんでもないかも。そんなに関係ないよな、じゃなくても、行動力でやってる人は周りにいるし、英語ってできなくても生活できちゃうから怖いなって思います。できた。なんか英語、なんか本当できなかったわけじゃないし、コミュニケーションは不自由ないくらいでいたんですけど、そのままでは困らないですよ。なんかそういうのって参考になる。なんかちゃんと勉強しないとなるの。英語は話せなくてもいけます。それは本当に生きていけるし、生きていけちゃう。それやっぱり実際さ、勉強しに来て18歳で、ね、私の夢は治安が悪い国に高校生の間に行くことです。なんかその理由が、治安が危ない分守ってもらえる、なんか日本だったら電車で一人で行ってきなってなるところを、南アフリカだったらタクシーも電車も危なくて乗れないんで、絶対未成年だし、女の子だし、絶対誰かが乗せてってくれるんですよ。でなんかそこで関係が生まれるっていうか、いろんな人と話せるようになったり、あの移動を全部一人でしてたら、あんな濃い生活なかった。でもなんかついてくの怖いとか、ね、信頼できる人について見せてとか、そこは見極めて。
いい感じ。いい感じですちょうど光がいい感じに入って、マジかっこいいありがとう。カメラマンになれますね才能ある、才能あるよ。カメラマンっぽさ、ちょっとカメラマンっぽいよマジで。スーパーカメラマン。コウさんどうします、これで僕がわざと反転させて僕の顔ずっと撮ってたとしたらこれはやばい裏切り者っすよ多分シャレになる、シャレになる僕の顔大画面でお届けまあイケメンやからみんなで YouTube で言いますか。なんでコウさんの道具に俺の顔が出ちゃうやたらあれ全カットです、全カットヘアカットのシーン全カット髪重たかったですね。今はあんまりないかわいい、あの女性の表情重視で全然大丈夫です僕は全然でで上手なヘアカット、中止で3人どっちも入ってますよ、うん、2人で3人賛成まで3、2、1完成です。めちゃくちゃ切ってるめちゃめちゃ切りました。はい、思い切ってめちゃくちゃ切っちゃったでしょ短いです。はい、はい、ではですね、僕も服が変わって花ちゃんもめちゃめちゃ切りました、はい最初はね、あの大人っぽいっていうイメージがいいと言ってたんですけど、まあ、ちょっとある程度ボブぐらいに切ってみて、いやもうちょっとっていうところだったんで、思い切ってバッサリいきました。はいどうでしょうか。いい感じです。ありがとうございます。はい、あの旅する美容師のガチカット花ちゃんはこう南アフリカのこうコロナをこう乗り越えて、はい、旅をしていたっていうつわものなので、はい、僕の視聴者さん あの旅好きの方とかにもね刺さるような会話の内容かなと思いますので、はいどこでもヘアカットやってますという感じですね。いやマジでお耳かけても全然いいしね、自由です。というわけでですね、チャンネル登録者1000人目指してますので、チャンネル登録とグッドボタンお願いしますではですね、また次の動画でお会いしましょう。またねー。